長谷川豊の本気論本音論チャンネル皆さんこんにちは長谷川豊です本気論本音論チャンネルご覧の皆さんもしよかったらチャンネル登録の方もぜひお願いしたいと思いますさあ、えー、今日のテーマなんですがどうでしょうこれも少し古い話になってるのかなという気がするんですけれどもね一応押さえておきますねはいローラさんの話ちょっとやってみおきましょう もうねこれね議論尽くされてるかなと思ってたら意外と見てる限り一番大事なところの議論とコメントがされてらっしゃらないのでここはあのー、ビシッとお言っておきますわ一言で言うとこういうことになりますテレビタレントと CM タレントって全く別物ですからここ押さえないとローラさんの話って話がスタートしないんですねちょっとおまとめておきますね はいローラさんです綺麗ですよねもちろん僕も大好きですし何より僕は昔フジテレビにいたのでもうお世話に散々なったという風うに言えると思うんですけど綺麗な方です素敵な方でインスタグラムのねフォロワーはなんと530万人いらっしゃるととんでもない人気ですよねその530万人フォロワーがいるローラさんがインスタグラムでこんな呼びかけをしたわけですね美しい沖縄の埋め立てをみんなの声が集まれば 止めるることができるかもしれないの名前とアドレスを登録するだけでできちゃうからホワイトハウスにこの声を届けようっていうね <laughs> まあ誰にレジエされたんだかもう何見て影響されたんだか知らないですけどローラさんもねいい人なんだろうなってのは思うんですよ、まあ、これはちょっといくらなんでもちょっと勉強不足だったかなっていうところありますけどねでも絶対ローラさんいい人なんだろうなとは思うんですけどえー、っとまずね 沖縄ですねはい沖縄に関して言うと、えー、皆さんがよく行かれる那覇っていうのはね結構南の方ですね沖縄市っていうのは真ん中ぐらいになりますねで、えー、その沖縄市と那覇市の間ぐらいに普天間飛行場っていう普天間基地っていうか寺基地っていうねところがあるんですよね。であのその普天間飛行場の、えー、まあ滑走路とかをですねこのこの那覇とか沖縄じゃなくてもっと上のね この名護市というところにあります、この辺野古っていうところに持っていきましょうという話にまあなったわけですよね。で、その埋め立てがまあ始まってるんですけれども、辺野古周辺の海っていうのは、まず、えー、右とか左とか思想とかすべて無視して、辺野古の海の写真を実際にご覧いただきましょう。そうしたらローラさんの言いたいことってのは、一旦わかります。はい、ご覧のようにめっちゃ綺麗なです。辺の古の海ってめっちゃ綺麗です。15音泳いでる海ですから。 ジュゴンってちなみにめちゃめちゃきな海じゃないと泳がないので辺野古の海って本当にもう沖縄の中でもトップクラスに僕はよく沖縄に行ってケラマっていうところで潜るんですけれどもケラマより綺麗なとこ,ろも部分ところもあるんじゃないかなっていうぐらい辺野古周辺の海って綺麗なんですよでまず、えー、ローラさんのコメントについて、まあ、少し話をしておくと美しい沖縄の埋め立てを止めたいっていう気持ちは正直言って分かるところですよね辺野古綺麗ですし。 ただね、沖縄という場所が今、観光地としてアジアのハワイと言われて、むちゃくちゃ賑わっているので、リゾート開発が沖縄は進んでます。だからローラさんは確かに辺野古の 海にピーチクパーチク言ってるおそらく左翼活動家たちの意見を受けて真に受けちゃったんだと思うんですけどそもそもまず沖縄の海はガンガン埋め立てられてる沖縄の海はガンガン埋め立てられてるっていう事実を多分ご存知なかったのかなっていうのと、まあ、あの名前とアドレス登録名前とアドレス登録しただけじゃ別にホワイトハウスに届かないしホワイトハウスに届いたところで別に何も動かないですよねそんなね。 ホワイトハウスの前で8億人がデモしましたって言ったら話は多少,多少分かりますけどホワイトハウスにそんな最後の活動がしかも名前とアドレスでも捨て捨てアドレスとかでもういくらでも1人で50人60人とかって名前登録できるじゃないですかねそれが届いたところで飛ばねしねえな飛ばねしねえなローラさん多分ほんといい人なんだろうなと思うんですけどこの辺野古周辺の海が綺麗なのは大いに結構なんですが日本にとってはね沖縄に アメリカ軍基地があり沖縄にちゃんと防波堤があるっていうことはもう地図ちょっとね見ていただければすぐ分かる話ですけどねここ東京ですねここ沖縄ですよね。ね真横尖閣ですから尖閣諸島をどうしても取りたい人たちのが当然いるわけじゃないですか。ねったら じゃあ次はうちが津島だよと、竹島はもう取ってるから津島だよと言ってる人たちってのがいるわけじゃないですか。だからその人たちが必死になって活動してるわけです。活動しているんで、まあ尖閣諸島を取りたいがためにイチャモンをつけて沖縄からアメリカ軍出ていけってピーチックパーチック言ってる人たちは確かにいるんですけれども、とはいえ、 僕もニュースを伝えていたので僕自身が言っていたのでよくわかる話なんですけどもともと沖縄から米軍出ていけという話は一番最初アメリカ兵に少女がレイプされるっていうイチャ謝ンからスタートしてるんですよ確かにそういう悲しい事件はあったんですよところが反論が来たんですそもそも沖縄に住む日本人の重篤犯罪者件数対人数比と米軍兵アメリカ兵が 起こす重篤犯罪者数の数を調べたところえ沖縄に住んでる日本人の方が3倍以上重篤な犯罪を犯していたということが分かりお前犯罪減らしたいんだったら沖縄を全部米兵にした方がいいじゃねえかっていう理論が成り立つようになってで、えー、尖閣諸島を取りたい軍団っていうのは次の話にしたわけですねヘリが墜落するっつってヘリが墜落してしまって危険なんだっつっていう意見に話を変えていったわけですよでもヘリがが墜落するーって言いながら 横須賀とかあの日本全国にある他のアメリカ軍基地では何にも言わないんですけどもう要,要は尖閣が欲しいからだけなんですけど横須賀は完全にほったらかしにして沖縄のアメリカ軍基地だけヘリが落ちるっ,って散々騒いでるんですけどまあね確かにねこれだけ沖縄の面積の中でアメリカ軍基地があるんだから負担がっていう言い方は分からなくはないんですけど。 そもそもそうやって次から次へと左翼活動家にイチャマンをつけられてもう面倒くさくなった自民党政権が分かったと。町のすぐそば小学校のすぐそばにアメリカ軍飛行場があるのが嫌だってんだったら分かったからじゃあ人があんまりいなくてしかも海にせり出したやつを作ろうよって言ってどうかなって言ったら名護市沖縄県名護市の 名護市の市議会において補助金ももらえるし過疎も進んでるし人もほとんどいないんだからじゃあうちで受け入れようっつって名護市がそもそも議会で OK って言ったから日本とアメリカが動いて今作ってるんです。任意のもとに日本とアメリカが動き始めたんですけれども必死になって延々 まあ左翼活動家というよりは中国と韓国の利益のために動いている連中っていうのは一定数確実にいてその連中っていうのはマスコミにもたくさん存在してるんです中国韓国のために動いている連中にしてみると沖縄に邪魔な米軍基地があることが腹が立つわけです だからもうとにかく出ていけ、とにかく出ていけっていう活動を沖縄の人たちのためにとか言ってんですけど、横須賀の、神奈川の横須賀とかでは運動しないんですけど、まあそれにローラさんがまんま乗せられたっていう話なんですけれどもね。まあそれで、まあウーマンの村本さんが、 言論の自由じゃないかって言ったりイエス・タカスのタカスクリニックのタカス院長先生がいやいやスポンサーとしては使えないだろうっていう話をしたりギャン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 バトルになってインターネットではねローラの辺野古発言で芸能人の政治発言はありなしを20代に調査してみたっていうもうあまりにも「おいおいちょっと待てよ」と「お前ちょっと待てよ」っていうサイトが立ち上がったりしてるんですよ。これはもう一言で言うと「契約書を読みなさい」という一言でおしまいです。何を言っっててるかっていうと 芸能人が政治的な発言芸能人だろうが何だろうが政治的な発言なんて構わないんですよ憲法21条で決まってんだから表現の自由っていうのはあるんですよただ契約書読みなさいっていう話をイエス・タカスの高須委員長とかは言い続けてるわけですこれねテレビタレントと CM タレントって契約書が別なんですここを抑えなきゃいけないんです テレビタレントっていうのはテレビ局と芸能事務所が契約してテレビが盛り上がればいいっていう話なんです。例えば僕は東京メトロポリタンテレビジョン株式会社と株式会社オフィス長谷川で契約書を結んでます。で、契約書を結んで MX の番組が少しでも盛り上がって視聴率が上がるんであればっていうことで 僕は炎上商法って言って乱暴な言葉を使ったりとにかく少しでも注目を浴びるようなことをしていてだから僕が炎上商法をやってることは番組でも再三ネタにしていますしそもそも MX の番組にに視聴率を呼び込むためにやってるわけですこれはテレビタレントテレビの出演者としてやらなければいけない僕はサービスであり義務だというふうに思っていて一生懸命それをやっていたというところになるんですけれどもローラさんってテレビでそんなに出てます出てないですよね。 ローラさんって CM タレントだから CM10 社持ってる CM タレントですから CM っていうのはテレビタレントと違ってスポンサーが芸能人をただ雇ってるんです契約書が全然違うんです契約書は商品がより売れるようにイメージを保ちなさいよっていうのが契約状況にゴリゴリに入ってますローラさんの言ってる話っていうのはおそらくまあ左翼活動家たちにそそのかされてまあなんとなく 何の勉強もしないままペロッと言ってしまったのかなっていうふうには、まあ、思うには思うんですけれどもこれはもうちょっとあのよくなかったなっていうふうに思うのはローラさんは CM タレントなので政治的に意見が二分するようなことを言ってしまったらこっちって言ったらこっちの人はもともと商品買ってるから商品買う量など変わんないですけどこっち側の意見の人はなんだローラ使ってんだったらもういいよっていう話になっちゃうじゃないですか。これタレントはやっちゃダメなんです 簡単に言うとローラさんってただの契約違反なんですローラさが契約違反なんです僕はウーマン村本さんのことはすごい好きだし三浦瑠唯さんとかも素敵な方だと思うしあの古市憲寿さんとかも面白いなというふうには思うんですけれども「アメリカじゃこんな芸能人が政治的発言するのなんか普通ですよ」とか言っ,て言ってるんですけど「いやお前ら別にアメリカ住んだことねえじゃねえか」って話なんですけどアメリカは CM タレントというのがいないんですほぼ。芸能人は CM に出ないんです。 アメリカは表現の自由を大切にするために芸能人がそもそも CM に出てませんから三浦瑠偉さんとかウーマン村本さんとかそういうの多分全然知らないで喋ってんですよ政治的発言するのが当たり前なんですよ違うから別にテレビタレントだったら政治的な発言していいんですよサンジャポで西川綾子先生が政治的発言してもいいんですよテリー伊藤さんが政治的発言してもいいんですよ CM タレントがやっちゃダメでしょ契約違反だからっていう話です CM タレントがやっちゃダメでしょ契約違反だからっていう話ですこれはウーマン村本さんとイエス・タカスの高須委員長が随分ツイッターで言い合いを延々やってましたけれどもあれはねウーマン村本さんのことは僕は好きですけど一応学面上契約的,的な話契約書的な話をすると、えー、イエス・タカスの高須委員長の言ってることが100対0で正しいですウーマン村本さんが完全にあれに関しては間違ってましたそれは契約書をちゃんと読まなきゃダメです ローラさんの話も一言それは契約書に違反してるでしょ CM タレントなんだからっていう一言があったらもうすぐ話が終わってたことなんじゃないかななんていうふうにね僕は思うんですけどどうだったでしょうか長谷川豊の「本気論本音論チャンネル」私長谷川豊が本気で本音でズバッとせそうに切り込みますお楽しみに